奈良県立柏原高等学校は奈良県柏原市に所在する公立の高等学校。略称は京高等。45分授業の実施や関西大学などとの広大連携などの試みに取り組んでいる。2013年文化祭の名称が若木ギス祭りとなり、マスコットキャラクター、貸し生地ちゃんも作られた。2014年創立40周年を迎え、それを機に、 女子の制服が変更された。体育系クラブ活動は日本憲法部が男女団体、個人で全国優勝の経験があり、弓道部、ソフトテニス部、陸上競技部はインターハイに出場経験がある。特に弓道部は2006年度に平成21年インターハイ強化指定校となった。2009年に全国高校総体と全国高等学校弓道選抜大会で、 男子団体が優勝した。野球部は2000年に第72回選抜高等学校野球大会に出場した。文化系クラブ活動は、放送部、コーラス部、銀道同好会、囲碁将棋部、音芸部は全国大会の常連校であり、音芸部も、高校、中学校系音楽系、クラブコンテストウィアレスニーカーエイジージズで、毎年、優秀校賞を受賞し、 2010年度には準、グランプリ賞を獲得、また、2年連続で、ベストサポーター交渉も受賞している。なお、卒業後も多様な分野で活躍する OBOG が、目立ち、部活動での人材育成の観点から、本校の部活動は、注目を浴びている。ありがとうございます。